皆さんこんばんは、モード A ののりです。はい、本日は一つ前の動画で購入したグッズの紹介をしたいと思います。イエーイ。皆さん、トゥワイーズショップでいいのかな、行かれましたか？まだの方はね、まだ予約間に合いますので、オフィシャルサイト下のリンクに貼っておきます。チケットボードの会員登録をすれば予約ができますので、結構ね、午後、夕方とかは予約がしやすいと思うので、まだ間に合います。お見逃しなく。いや、もう本当にね、店舗めちゃめちゃ可愛いんですよ。しかもグッズ本当に可愛くって、なんかね、全部買うわけにいかないから、どれ買おうかっていうの絞るの大変でした。では早速いきたいと思います。はい、これね、もう見えてると思うんですけども、こちらトートバッグ3500円です。めちゃめちゃ可愛くないですか？サイトの方見たら、なんだろう、クリアな感じのビニールバッグっぽかったんです。夏っぽい感じの。なんですけど、これね、実際に見るとわかるかな、すごい長いのに光ってるんですよ。で、ここそのショップのさ、今回の TWICE のロゴ入ってます。はい、で、こちらマイポケになってるので、携帯とか結構入れやすいよね。はい、この内側がしっかりとね、1枚入るぐらいの大きさなので、かなり使いやすいと思います。夏だね、夏だね。はい、しっかり活用していきたいと思います。では、じゃんじゃんいきましょう。はい、まずは私購入しました、こちら、じゃーん。はい、こちらマウスパッドです。やっぱりね、日々 YouTube の編集がありますから、マウスをね、可愛いマウスパッドに置いて頑張って編集しようかなと思います。嬉しい。で、ちょうどね、マウスパッド欲しかった。そう、今回ちょうど欲しかったのが結構あって、今通院してて、普通の普段のトートバッグにそれだけじゃ荷物が入らないから、これくらいの大きさのバッグ欲しかったんですけど、まさにこれ、ちょっと派手だけどね。はい、そしてこれ、マウスパッドがちょっとなんか古い感じになってきてたので、新しいのが欲しかった。そして続いては、これ先にじゃあ行こうかな。うちは、はい、誰のを買ったかと言いますと、誰だと思う、みんな誰だと思う、せーの、じゃん、ナヨンちゃん。はい、これ本当に悩みました。今回、ブレイクスルーのハイタッチ券、初めてTWICEのハイタッチ会参加するんですけど、ジヒョちゃんだったんですね。で、最近そう NHK の特番見て、ジヒョちゃんリーダーね、すごい頑張ってる姿を見て、ジヒョちゃんすごい頑張ってる、素敵って思って、で、ブレイクスルーのダンスがすっごいかっこよくて、もともと歌がめちゃめちゃ上手いっていうのですごいなと思ってたんですけど、今回のダンスを見て惚れ惚れしてたんですね。なので、ジヒョちゃんのやつと、私もともとナヨンちゃんペンとダヒョンちゃんペンなので、その3種類で思ってですね、悩んだんですけど、やっぱり誰が一番好きよと聞かれたら、ナヨンちゃんでした。はい、なのでナヨンちゃんを買いました。はい、かわいい、ほんとかわいい、いつもかわいい、かわいいね。続いていきます。じゃん、バケットハット。これもまさに欲しかった。こういう生地でこういうハットが欲しいって最近ですね、言ってたんですよ。なぜならば毎日通院していて暑い、暑くって、しかもお気に入りの麦わら帽子をちょっとなんか汗じみがついてたら洗ったら縮んでしまって、新しい帽子が欲しかったんです。はい、はい、しかもベージュが欲しかった。ちょっとかぶろう、こうだね。いやー、いやー、かわいい、かわいい。もうちょっとこれ持ってさ、これかぶってさ、夏お出かけ嬉しすぎませんか？あ、ちょっとこれかぶってハイタッチ会も行けるよね。もう本当に皆さん暑いので熱中症気をつけて、本当ね、暑いよね。いやー、かわいい、嬉しい。はい、こんな感じです。そして、そして、そして、タラタラタラ、じゃん、ランダムトレーディングカード。はい、こちらね、合計90種類の中から1枚ですね。しかも今回トレカ特典があって、メンバーのポラが当たるかもしれないんです。で、なんかホームページの方を見ると、買ったらその日当日に受付にお知らせくださいって書いてあったので、店員さんにご会計の時、これ今日ここで開けていかないともらえないんですかって聞いたら、いえ違いますって、当たりが入っていたら、なんかオフィシャルから郵送してもらえるようにっていうのがなんか書いてあるから入ってますのでって言われました。はい、
当たるかな、ほら星当たりますように。はい、では開けていきます。これさ、ランダムはやっぱドキドキするね。誰が出るかな。いやでもそんな当たりが出てほしいからね。おー、てかこの封筒がそもそも可愛い。大切に取って、ちょっと保管したい。はいはいはい、いきますよ。こっちかな、こっちかな。せーの、当たれ。当たりじゃなかったけど私が見ちゃった。せーの、みなちゃん、早く元気になりますように。あー、これかわいい。見て見て、裏もめっちゃかわいいし、いい素材。さすが550円だけあります。はい、というわけでトレカ特典は当たらなかったんですけど、みなちゃんゲット、嬉しいです。はい、そしてそして、じゃーん。はい、ランダム缶バッジになってるわけなんですけど、これは合計18種類の中から、なのでこれも地引き推しなるか。よし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 、いきまーす。せーの、じゃん。おー、ナブリー。はい、というわけでね、ナヨンちゃんならぬナヨンちゃんならぬですが、ナブリーでした。ある意味推し、はい、ですね。かわいい。はい、というわけで以上が私が購入しましたグッズの紹介でした。皆さんは何を買われましたでしょうか。いやね、結構海外のお客さんも多くって、店員さんに聞いたらね、シンガポールのお客さんすごい多いって言ってました。なんかね、違う国の言葉が結構飛び交ってたりとか、みんなほんと羨ましい、カゴに山盛り買ってるんですよ。ちょっとそれどうしてそんなに買えるのって。あとはね、すごい思ったのが、親子で来てる方が結構多くて、お母さんと娘さんで買い物に来てる方とかいて、 あとねお父さんとも来てる人もいたね。あ、なんか、あ、自分も今ね娘ができたので、あ、なんか親子で買い物っていいなと思いつつ、お母さん大変だねって思いながら、はい、見守っておりました。そして今回 TWIZE ショップで、買い物1回の会計で1枚ごとにTWIZE ショップ限定特典カードをもらえるということですね。特典カードがランダムになっておるんですが、おるんですが、私がゲットしたランダムカードはこちらです。じゃーん、こっちか。じゃーん、ついじゃーん。はい、これなんかね、透明になってるの。透明？クリアな感じ。やば、美しすぎる。やばい、美しすぎる。ここになんか直筆風サインみたいのが下の方に入ってます。かわいいね、嬉しいです。いや、これはこの写真めっちゃかわいくないですか。美女、美女すぎる。スタイルもいいし。はい、というわけで購入グッズの紹介と限定特典カードのご紹介でした。皆さん、よかったら購入された方は下のコメント欄に何買ったとか感想とかぜひぜひお願いします。はい、チャンネル登録までの方はぜひぜひよろしくお願いします。評価の方もお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you!